私は春風一番というドラマで頑張っています。ドラマってすっごい難しいんですよね。それで肝心な時にすぐセリフを忘れちゃったり、周りのみんなにすごい迷惑かけてるんだけど、みんなすごい優しくって一生懸命頑張っています。それで、そうですね、ドラマの中でこのみつこちゃんっているんですよね。その中の子になりきるのってすごい難しいんだけど、みつこちゃんになれるように頑張りたいと思います。それで私はまだまだ未熟なんだけど、これからもこういうお仕事が回ってきたらもっともっと一生懸命頑張りたいと思います。それでは終わりです。桃子に乗ってます。同じ顔でしょ。してから、ごめんなさい。はい、だけでいい、すべてを変え
ちゃいけないものを見ちゃった感じですね。デビュー当時の、ビデオなんですけども、まあまあ頬のあたりなんかがね結構来てますね来てますねって感じでしたけど、あの時はどんな感じか、スタジオで撮って、なんか最初はね、あの馬場さんと同じグリコのコマーシャルやってたから、なんだっけ、あのジャイアントカプリコも手に持ってたはずなんだけど、あれは確かなくなっちゃって、なんかねテレビのこういうリモコンを持ってマイク代わりに歌ってみたりとか、あとはそのカメラマンの清高さんが上からこう撮るっていうか、いうね、そういうあれもあったりとかして、なんかすごい懐かしいなと思ったんですけども、髪もね短くてね、まあそんな感じですね。はい、チョコレートの香ばしさがたまらなく好きな人は、チョコレートの香ばしさがたまらないとはっきり書いてあるアイスをどうぞ。グリコチョコボンバー。ファンタジーは2枚目の、シングルなんですけども、
私はああいう人並み編がとっても多くって、まあ原宿の竹下をはじめとして銀座とか渋谷だとか、あの人並みがとっても多くてね、結構あれで恥ずかしさをなくそうみたいな感じで鍛えられちゃったのかなとか思うんですけども、はい、では次行きましょう。ハートを一つ、ハートを二つ、ハートを三つ、三つの味のハートのキャンディ、グリコキャンレディ、サワーヨーグルト新登場。この歌で、新人賞をいただいたりとかね、そういう思い出深い歌でして、ノリナイティーンエイジってすごくね、なんか主張の強い歌で、そうそう、歌う前にね、みんなで練習して、なんかスタッフの人とね、こういう風にもっと一生懸命歌った方がいいよとか感じでね、なんか一生懸命さを一生懸命頑張ったって感じの歌で、
あとはそうだな、ベイブにね、のりちゃんのこの踊りがとか言ってね、すんげえ未だにね言われてしまう踊りなんですけどもね、懐かしいなとか思うんですけど、衣装なんかもね、あの紺色のなんか幼稚園生みたいな可愛いのと、あとプードルのついた黄色いすごく暑かったんだけどすごく可愛い衣装とかね、いろいろ着たのも覚えてるしね、うん、なんかすごい懐かしい感じがしますけども、ジャケットもね、得意のこの男の子になりたいはこっち側の手が出てるのかな、乗れないティーンエイジも確か、あ、男の子になりたいがこっちだわ、で乗れないティーンエイジがこっちって感じね、こっちこっち編で今度はこっち編だよって感じなんですけども、乗れないティーンエイジは嫌ですね、皆さんも乗れない青春を断りで青春しましょう。では次、ただいま、お母さん、ただいま。クリスマスツリーってどこにしまったっけ？食器棚の上じゃない？あ、あ、そこか。あ、そっかそっか。よいしょ。あ、これだっけ？ねえ。あ、センス悪いわね。
はい、夢冒険だったんですけども、これは、春の第60回目の、選抜入場行進曲にもなって、あとは NHK の、三銃士のね、アニメ三銃士の主題歌にもなってね、すごくなんか自分の中でも歴史だなって感じの思い出に残っている歌なんですけども、これまた、すごくねスーパーに堺は出かけまして撮った方に聞きますとね、これは生活感だということなんですけども、なんかねすごく懐かしいなとか、だんだん髪の毛も少しずつ伸びてきてね、なんかふむふむとか思って見てたんですけども、なんていうのかな、いまだにこの夢冒険はね、私の友達なんかもね、ノリピーらしいっていうか、あの歌が一番いいとかね、と言ってくれる方もいるんですけどね、まあ、そんな感じでした。はい。デリカシーね、でまた人混み編で渋谷のねスペイン坂のところであれは撮ったんですけども、あれはね不思議でしょ、結構映像が私は普通に動いてるのに後ろにブチ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 ってなってるでしょ。あれはね確か2分の1の速さで撮ったんですよ。だからね本当はねもうすごい恥ずかしかった、なんかねフォーイン、ワン、トゥエーみたいな、そんな感じでね撮ったんですよ。それでね
私思ったんですけど、私ってああいう道で歩くときってすっごいニコニコしながら最初出てくるのね。ニカニカニカとか笑ってね。また笑っちゃったんですけどもね、そんな感じでまた懐かしい編ですけども、また次じゃあ見てください。ガラス越しに星屑たちも踊る、ジュークボックス恋のロックンロール、後ろ姿追いかけているだけで好きと言えない夜ね、この曲はですね、夢より愛しては、イベントでもコンサートでも全然なんかカンカン言ってますけど気にせず行きましょうね。あのねなんかなんていうのかな、コンサートでも歌ったことがなくて、私も今久々にルを見まして、あーこの曲もあったんだねみたいな、そんな感じになっちゃったんですけどね。でもすごく自分でも好きな曲だなぁなんとか思ってね、勝手ですね。でも今私はここどこにいるかって言いますと、皆さんもう知ってる？知ってるよね？ここはね、あのねここはねスペインなんだよ。あるなんだっけ、ミハスっていうとこなんですよ。そんな感じで、今日はですね、もう今何時かな、もう7時か8時ぐらいなんですけども、こんなに周りが8時よ皆さん、朝じゃないんですよ、もう夜の8時なんですけどね。日本じゃね考えられない明るさなんですけども、また関係ないこと言っちゃいましたね、これこれって感じで。では次行きましょう。
はグワンバレなんですけども、この曲のね時はねすごく髪の毛がパサパサになってたでしょ。出してねすごくそうなのいつもねなんだか風にたたられちゃってね撮ろうとか思うとねピタッとやんでたのがブワーッとか吹いちゃってね前からそうなんですけども今回はね風にそんななかったよね。で今さっきちょっと風がこう来てたからねここ後ろ止めたんですけどもねでも今風止まっちゃったんですけどもね風にたたられる女なんです私は。頑張らなくっちゃねっていう歌はですねコンサートでもずっと歌ってきまして、私の中にはもうすごくね頑張らなくっちゃねっていう歌はまあ貴重な歌なんですけども、確かねあのビデオの後にですね私はスイートブレッドっていうハワイにあるパンが大のお気に入りでそれの3分間クッキングとかやってまして甘いねこんなに大きなパンなんですけどそれをねパカッと半分に割ってそれをパカッと割ってそれに大きめのハムをねパカパカって入れてね食べるんですよとかそういうしょうもないことばっかりね前からやってたんですけどもね。スイートブレッドっていうのはなんかね芋からできてるらしいんですよね。芋だからねなんかすごくこうねふかふかしててすごく甘いんですよ。だから美味しいのね。なんかでんぷんでできてるんだって、スイートブレッドの香ばしさがたまらないたまらないたまらない。
16をするとキャピハピハピと脇の下が喜んでしまうのです。ヒヤッと素肌が喜ぶ香りよ。バン16ボディフレッシュもよろしく。これからバン16を体験するのだ。ではキャピハピハピ脇の下キャピヒヤッと素肌が喜ぶ香りよ。バン16のスマイルでしたけども、この歌はそうよ、あのビクタースタジオでプロモーションビデオを撮ったりとか、あと原宿に行って撮ったんですけども、得意の原宿です、そこでね、アサヤンさんにジーパンを買っていただきまして、すごくねそのジーパン未だにもちょっと思い出深いなとか思うんですけども、あとはねそうね、そうバン16のヒャピヒャピのコマーシャルのねあれにも、イメージソングにもなったりとかして、あと、うん、
そうそう、これでね、ヘアメイクの足立さん、知恵丸先生がいるんですけど、初めてそのプロモーションビデオなんで撮影には来てくれたりなんかして、そうね、もう1年も経っちゃったのねとか言いながら今一緒に見てたんですけども、早いですね。はい、そんな感じでまた次どうぞ。バカだった。ジョッピー。お。ジョキャッピー。ほ。サークル系のおにぎりは？とってもコンビニエンステイスト。お魚くんとたまごちゃんが結婚したら美味しい爆弾になりました。とかなんとか考えながらサークル系のおでんです。とってもコンビニエンステイスト。でしたけども爆笑のうちに私も見てしまったんですけども、初めて私も実は見たんですね。それで1億のスマイルの最初って後ろの方にあの桜吹雪があったでしょ。それであのノリピーちゃん本の祭り祭り祭りって感じで出てきてね、いやまるで花王名人劇場の世界だなとか言ってみんなでもう爆笑しながら見てたんですけども、あなたはどうでしたか？笑いましたか？これまたね、ノリピーちゃん温度ってすごく夏、温度ナリピー温度カーニバルとかでね、いろんなところでやりまして、キューちゃん温度を追い越せ追い抜けって感じでね頑張ってるんですけども今年の夏も、よければ皆さんぜひ踊ってみてください。ここがノリッピーハウスです。せーの、バンザーイ。悲
なんかすごい雨になっちゃいましたね。なおら昨日はよく眠れました。ちょっと下通りますね。あんまよく眠れなかった。緊張してなんか、静かで通してこれから 3400m 登るんですけどね、はい、大丈夫ですか男性の方。そうですね、なんかちょっとクラッチしてますけど頑張ろうかなって。ところで今回の の8号目に、のりぴーちゃんハウスを出しまして、あの日8月2日かな12日かどっちかに登山して台風8号の来る中、私たちは、登ったんですけども、すごくね皆さんいっぱい登ってくれて本当にありがとうございましたって感じなんですけども、それでね、今年の夏もまたのりぴーちゃんハウスを出そうって感じで、1989年の夏ものりぴーちゃんハウスが建ちます。はい、それからですね、ハッピーアゲインの歌もですねすごく自分自身振り付けなんかも頑張って歌っちゃってね、すごくなんか思い出深いというか、あとベスト10に入ってベスト10イン鹿児島に行って、そこでね白熊こんな大きなかき氷を食べながらねそこの場所に行ったのも覚えてるし、すごく懐かしいなと思います。では次、今のところはきっと都合
このグライダー編は私は実は乗ってないんですね。やっぱり怖かったんですよ。それピャーってね、本当は飛ぶ、普通の飛ぶ飛行機にくっつけて、で飛んでしばらく行ったらパッと離しちゃうんですね。だから風の力だけで、自分の力だけであれ飛ぶんですよ。だもんでディレクターさんの木村さんが一人乗りまして、みんなでもうこれで最後の出会い、会うのかもしれないとか言ってバイバイとか言いながらね、みんなで優雅に見てたんですけども、とっても怖かったんですよ。それで、どんなことやってたっけ？ん？あ、それとですね、タコを飛ばしたんですね。で、あのタコがね、日本のから持ってきたタコがなかなか飛ばなくて、でもね、タコ屋さんのお兄さんがですね、一生懸命飛ばしてくれて、あれこそ本気を出してたね、みたいなね、感じでね、頑張ってくれたんですけども。では、次の VTR。Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, to you.ガラスの
の靴を大事にプレゼント開けば時間を忘れた時計よバースデーはメルヘン不思議な夢が次の国のバースデーでは、初めてね髪の毛がポニーテールになってたりなんかして、今年のお正月ですからね89年のですからもう髪の毛もすごい伸びててであの時に子供がいっぱい出たでしょすっごい可愛くってあのねアレックスくんち男の子が一人いるんですアックって一人ノリの違う子がいたでしょこれはノリちゃんとなってたっけないつもすっごい可愛くてねなんかいつもねパッて見たらアレックスくんがいないのねしたらテーブルの下に落ちててね落ちちゃったとか言ってね謝ってくるのあっくんとか言うからねあのほら光源氏であっくんって言うじゃないだからあつひろくんとかねそういう名前なのかなと思ったらねアレックスくんとかいう名前でねすごいなんか、ナブな名前でねそれでなんていうのかなあのそのうちにプールがあったんですねしたらねなんかあっくんちじゃないんですけどそこはしたらねあっくんちにもねプールあるんだよとか言ってね一生懸命自慢したくてこんなになってたんですけどねすっごい可愛い子だったんですけどもおときの国のバースデーを楽しいうちに、撮りました午前8時の涼しい香りも午後0時の涼しい香りも午後3時の涼しい香りもバンシックスティンの香りだよフレッシュフローラル新発売汗を抑えるバンシックスティンヒヤッと素肌が喜ぶ香りよスポーツアートのシャワー代わりにボディフレッシュもよろしく Oh, love.
長い間どうもお付き合いありがとうございました。これで今までの曲のプロモーションビデオは終わりだよ。ですね、今まで本当いっぱいねプロモーションビデオ作っていただいちゃって、私もね本当幸せな女の子だなってつくづく思うんですけども、今回のもね、さよならを過ぎて、この歌のも撮りましたんでね、あとこれがそうもですね、ひまわり畑の中で、足を草でピシピシにしながら頑張って撮ったんで、ぜひ見ていただきたいなって思います。本当ねこれも皆さんがいつも応援してくれているおかげだと思います。本当にみんなどうもありがとう。では、また、の機会見てくださいね。バイバイ。私でかしたなこれ。